はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサです。本日はですね、決戦星の古戦場、活躍したキャラクターたちということで、まあ、今回、古戦場が4日目最終日ということなんですけれども、まあ、この古戦場でですね、特に活躍したな、俺がですね、まあ、今回、みんなの、なんか一般的にはこういうキャラクターだよ、たくさんいたよ、みたいな言うと、多くなっちゃう、マジで多くなっちゃう。今回は結構優秀なキャラクターが多かったような印象ですね。ヘルエスとか、ゼタとか、まあ、ちょっとニッチなところだとね、もちろん王道なところだったら、アラナンとか、ミムルメモルとかもそうだったんですけれども、まあ、いろいろな活躍したキャラクターがいた印象なんですが、まあ、その中でもね、僕が特に活躍してたなって思ったキャラクター、このキャラは外せなかったわ、ここにはっていうような、なんか要所でぶっ刺さったキャラクターたちを紹介していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい。で、じゃあまず早速、肉集めからいこうか。肉集め部門なんだけど、俺は肉集め部門で、うおー、こいつ強えって思ったキャラクターが一人いたんですよ。そう。それが誰かと言いますと、ミムルメモルですね。そう。肉集めだったらね、もう圧倒的にパワーを感じたなっていうキャラクターは俺の中ではミムルメモルでした。特にサポートアビリティですね。こちらのサポートアビリティ、通常攻撃の3ヒット目がランダムターゲットで3回発生、4ダメ上昇っていうことがね、で、これでパワーがすごい高かったんですよ。だから、トリプルアタックを確定するよっていう編成にして、で、3召喚攻撃とか、2プラトン攻撃みたいな編成だったら、やっぱ一番ダメージ出してたんじゃないかな。うん。まあ、他のキャラクター、例えばだけど、そういう編成の場合って、まあ、キャラクターで言うと、アビー、アニラ、ラインハルザ、ミムルメモル、まあ、あとなんか格闘得意キャラクターで中でなんかちょっとラインナップいいのないかなとか、なんかトリプルアタックが確定するキャラでいいのないかなみたいな感じで調べられてた印象なんだけど、やっぱね、抜きん出てダメージを出してたのは、俺の中で印象深かったのはミムルメモルでした。うん。まあ、肉集めだったらね、通常軸肉集めだったらやっぱ特にミムルメモルは外せなかったのかななんていう風に個人的には思いました。はい。で、まあ、95ヘル。まあ、肉集めは一人だけにしとくわ。95ヘルでね、俺はなんかすげえ輝いてたなーっていうのは、まあ、ユイシスクビラの並びですかね。はい。まあ、僕は使わなかったんだけど、ユイシスクビラはすげえなんか印象に残ってて活躍してたな。お前が活躍してたキャラじゃねえのかよっていう話なんだけど、やっぱ95はクビラがすげえ印象的だったかな。うん。特に、まあ、もう一回話戻すけど、有名だったのが、ユイシスとの並びですね。で、ユイシスを、ドットダメージですね。毎ターンダメージを受けるよっていう、その武器。例えば、ファイアオブプロメテウスとか、例えば、スザク翼弦とか、そのあたりの武器ですね。師匠氷の武器ね。組み合わせることによって、ユイシスを後ろから落として、で、ラインハルザを出すっていう動きがかなり有名だったような印象です。まあ、HP50% の手前でユイシスを落とします。で、ラインハルザを出す。50% の特殊をラインハルザで受けます。ラインハルザのサービね。カバウ効果があるから。これでラインハルザの、サービで特殊技を受けます。で、その間、さらに、クビラの、ドド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 ドンが発動するんですよ。クビラ、これはこれがレベル12になってターン終了時すごいダメージを与えるよっていう、このサポートアビリティで HP25% まで飛ばして、で HP25% に痛い多段ダメージがあったんだけど、それもラインハルザの3アビで吸い込んで、でうらーボボ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 ンつって、なんかクビラが1800万ダメージを出した後にラインハルザが2000万ダメージぐらいを出して、そのまんま敵をぶちしばくみたいなね、そんな動きが流行ってました。95ヘル。まあ僕は編成としてはミムメモ、アラナン、クビラというような並びで使ってたんですけれども、何にせよね、肝だったのがクビラでしたね。その6ここが12レベル溜まった後に発動するズボボボボのおかげで、かなりのね、ダメージを叩き出せてたっていうのは間違いないので、まあ俺は一番使ったなっていうのはクビラだったんじゃないかなと思います。まあラインハルザはおすすめキャラクターとして僕はね、前回の非有利、おっと失礼。税金の通知でした。で、どこまで話したっけ？なんか、ラインハルザおすすめしたっていう話をしたかな。刺さる時にはぶっ刺さるみたいな感じの話をしてたと思うんだけど、まあ、実際にぶっ刺さったっていうような感じはします。95ヘルはね、かなり、なんか有名でしたけれども、早い時はすごい早いっていう印象でしたね。クビラに関してはですね、やっぱアラナンとのすごい相性が良かったですよね。というのも、アラナンの3アビを打つと、毎ターンダメージを受けるっていう、効果があるじゃないですか。こちらの
の、アラナンの三アビですね。こちらのラースオブゴッテス、これが汚れなき陽光効果を付与で、毎ターン HP が減少するよっていうデバフですよね、が付与されてしまうんですけれども、これが毎ターンダメージになってるから、クビラは三アビを押さなくとも、毎ターンダメージを受けることになるんですよね。だからクビラの、この矛がですね、何もアビリティを押さなくても発動するっていうことで、クビラは、アラナンとはすげえ相性が良かったなっていうような印象がありましたね。はい、まあそんな感じでございました。で、150ヘルだね。まあ、150ヘルでも俺はすげえ意外だったのがクビラの存在ですね。普通にやってもクビラすごい強かった。通常ですね、手動でやったとしてもクビラはすごい強かったし、フルオートでも活躍してた印象です、クビラね。まあやっぱターンダメがすごい高いんだよな。そう、1000万とかをボボボボボボって出してくれるから、まあ、特に 150Hz って敵の防御値が高いですよね。そう、防御値が高いから減衰ダメージっていうのが出ないことが多いんですけれども、やっぱそういう時に刺さってくるのがアビリティダメージなんですよ。で、アビリティダメージアタッカーとしてすごい優秀なクビラがやっぱ 150Hz でも活躍してましたね。フルオートでも活躍してたんだけど、手動でも活躍してたってのは俺の中では意外だったかな。で、他には優秀だったところといえば、やっぱ必須と言えるのはエッセルでしたかね。まあ、エッセルの最終上限解放、ノット超越ね。最終上限解放はやっぱり相変わらず優秀でした。HP50% 手前で重労の雄たけびを打って敵をぶっ飛ばすっていう動きがやっぱり優秀で、まあその4アビですね。この4アビをかませていくってのが、まあ4日目の今もですね、かなり活躍してるというか使ってる人も多いんじゃないかなっていう印象ですね。で、限界超越に関してもすごい強かったっす。で、限界超越に関しては特にフルオートで優秀でしたね。限界超越のおかげで3超越ですね、特に3超越でサポーターアビリティを手に入れられるんですよ。このサポーターアビリティっていうのが、味方全体がアビリティダメージによって追い打ちを消費しないっていうリミットボーナスアビリティを獲得できるんですけれども、これによってラストオーダーの後スターダストって打っても追い打ちを消費しないんですね。要するに、このスターダストのダメージが単純にそのラストオーダーの効果によって伸びつつ、かつ通常攻撃ダメージ大幅アップ、200万ダメージ、通常攻撃200万ダメージっていうのをズドドドドドって与えることができるから、まあフルオートで言うと特にダメージに寄与してくれておりました。さらに、エッセルの限界超越3以降の場合に得られるすげえ恩恵があったんだけど、右側の動画をちょっと見てほしい。で、これがすごい強かったっす。フルオートの編成なんだけれども、10ターン目のあたりで、アテナと、ネモネですね。アテナとネモネのターンダメージだよな。アテナとネモネのターンダメージで HP50% 超えるんですよ。そしたら敵のバフが全部消えるじゃないですか。敵のバフが全部消えるんだけど、ここで10ターン目になるから、ミゼラブルミスト、ラストオーダー、スターダスト、重労の、あ、違う、ラストオーダーじゃねえわ。強襲ですね。義族の、大門なんとかの霧。これを使って強襲を付与して、で、エッセルの4アビを使うことで、50% から回避率アップを付与させずに、20% ぐらいまでスキップすることができるんですよ。そう。だから敵がバフをつけずとも4アビでズドーンってぶっ飛ばしていけるっていう動きがすげえ強くて、まあ俺 150Hz のフルオートでは、クビラを抜きましたね。通常軸だったら使ってた、普通に手動だったら使ってたんですけれども、フルオートの場合は、クビラを抜いてエッセルにしました。だから、まあ、回避率アップとかを一気にスキップできるっていうところは、まあ、エッセルの限界超越3以降の、すごい優秀なメリットと言えるメリットだったんじゃないかなと、個人的には思っております。まあ、そこら辺がね、すげえ強かったなっていうような感じなんですけれども、まあ、何にせよね、エッセルは手動の場合は、最終上限解放、4アビ目的で使われて、フルオート以降であれば、限界超越、の3段階目以降、追い打ちを消費しないっていう効果によってすごいパワーが高い動きができたんじゃないかなと思いました。まああと次はアテナだね。まあアテナに関しては特に言うことなかったと思うんだけど、敵の攻撃が全体攻撃っていう時点で、まあアテナは使えますよね。攻撃の対象になった瞬間に、テトラドラクマニアビが発動するからすげえダメージが高くなってたんですけれども、これはすごいパワーが高い、動きができたような印象です。で、同じくネモネですね。ネモネは全体攻撃だったらちょっと
ダメなんじゃないと思ったんだけど、この一アビを使ってると攻撃をですね、あのネモネじゃなくて主人公にこうビュンって行くようになってるから、まあ、ネモネがダメージを受けずに、まあ、この2アビのローゼルリースっていうのを発動できるようになっておりました。まあ、このローゼルリースっていうのが多段ダメージで、まあ、これがねすごいやっぱ強かったっす。まあ、あの味方全体の HP を回復とかバリアとか耐久力に大きく寄与してくれるような動きをしてくれてですね、これのおかげによって HP 回復っていうのをあんまり持たなくてよくなったっすよね。今までってその HP 回復、火属性で HP 回復っていうと王道なのがアンスリアのニアビを1回押してサイレントタップ状態で殴る、もしくはドラゴニックウェポンを装備して扇を打つっていう、まあ、2択だったんですよ HP 回復で言うと。まあそれでいいんじゃねえかって思ってたんだけど、ネモネのおかげでネモネはダメージ、ニアビでダメージを稼ぎながらも回復役をこなせるっていう感じになってるから、まあ、あの主人公のジョブがフリーになって、うん、っていう、まあ、そんな、メリットがありましたね。まあ、ただデメリットとしてはね、僕あんまりネモネの評価高くなかったんですよね、最初の方。特に、まあ、あのネモネって僕出た時の動画とか見直してもらえれば分かると思うんだけど、かなり評価低めで、なんでかっていうとデバフを持ってないっていうところを大きく見てたんですよね。まあその頃って、まあ特にこの他の、なんだろう、一般論で言うとめちゃくちゃ強いぞって言われてなかったような印象、あんまり言われてなかった印象ですよね。可愛いみたいなのが強かった印象で、僕の場合はデバフがないからちょっと役割持ちづらくてきついんじゃないって思ってたっていうところなんですけれども、まあこのあのクビラの槍ですよね。この水着クビラの槍とかで儀連スキルを手に入れたことによって、まあネモネがですね、多段ダメージアビリティを持ってて、バッファーであるネモネがアタッカーとしても活躍できるようになったんですよね。そう、アタッカーとしてもヒーラー、バッファー、そしてかつその2つか、その2つの役割を大きくこなせるようになったネモネはですね、まあ、最近は評価がすごい大きく上がったような印象です。はい、まあ、かなり強かったです。フルオート編成は僕はこれでやりましたね。うん、で、まあ、やっぱ強かったのはアラナンかな。まあ、裏から。アラナンは強いっすね。まあ、縁の下の力持ちですけれども、今回も恐怖が入ったんだよな。恐怖が入ったことによって、ラースオブゴッテス。これね、恐怖がついてるから、まあ、敵の CT があんまりたまらなくなるっていうことで、まあ、敵がね、紅葉効果をつけてくるっていう動きがあったじゃないですか。敵が特殊技で自分に紅葉をつけるっていうのがあったんだけど、その紅葉に関しても恐怖で止めることができる。チャージターンがたまらなくなるっていう恐怖でカウンタープレイをかます。みたいな動きができたんで、やっぱアラナンはしっかりと活躍してくれましたね。1アビ2アビだけじゃなくて3アビの効果でもすごい生きてくれました。まあそれもね、さっきも言ったんだけど、クビラとの相性の良さも相まって、今回はアラナンがすごい仕事してくれた印象です。で、他にもフラウだな。まあフラウは普通に主導、あのメインで表に出すっていうキャラクターではなかったんだけど、サブメンバー効果がすごい強かったですね。与える弱体効果を1ターン延長するよっていうサブメンバー効果によって、アラナンの恐怖が4ターンから5ターンに伸びるんですよ。そう、この恐怖が1ターン伸びることによって、まあ CT を封じ込める時間が1ターン伸びるから、まあ、あのかなり戦いやすくなった。敵にその間にブレイクに持っていくみたいな動きもできるようになっておりましたね。まあ、そんな感じでですね、まあ意外とここでフラウも優秀だったということで、俺の中で、150L で活躍したの、まあ、全員上げちゃったんだけど、まあ、割とここら辺の全員、あと、まあ、クビラプラスクビラっていうような形になっております。活躍したなと思ったキャラクターで、肉集めの場合はミムメモが特に働いててくれたなっていう印象で、95Hだったら、まあ主導はミムメモアラナン、ミムメモアラナンアザゼルだったかな、俺はミムメモアラナンハロウィンアザゼルだったんですけれども、まあそれ以外だったらフルオートだと、ミムメモアラナンクビラ、ミムメモ、違うわ、ユイシスアラナンクビラみたいな、そんな感じで動いてたような印象です。はい、まあそんな感じでね、90今回の古戦場でしたけれども、まあただ、まあ理想で言うとそんな感じのキャラクターたちだったんだけど、まああの長期戦とか見据えると割と、攻防累積ダウンプラスグラビティを持ってるヘルエスが優秀だよねとか、まああと普通にあの通常軸で使う上だったらアビリティ何も押さないんだったらゼタとかもトリプルアタックプラスクリティカルの発動時火力が上がるから面白いよねとか、例えばだけど通常軸シオンっていうのもありましたね。僕の団員の方が、やられてたんですけれども、まああのメイン装備時、刀の数に応じて、ダメージ上限とか攻撃が上がるよっていう、まあ、効果があるから、まあ
通常攻撃をするキャラクターの枠の中でも意外とシオン働いてたよねとかね、まあ、意外とこう、まあ、さっきも言ったチラッと言ったんだけど、ハロウィンアザゼル、まあ、これはねアラナンとの組み合わせだな。敵が恐怖状態の敵に追撃ってあるんだけど、アラナンの3アビで恐怖を入れて追撃をぶちかますよっていうアザゼル、ゼロポチでダメージが追撃7割6割出せる、アザゼルがすごい強かったねとか、意外とねこのなんかこう言われてないキャラクターとかが覚醒してたので面白かったなっていうような印象です。まあ他にもね、クリア重視で言うともちろんアニラすごい優秀だったしね、まあ、他にもアンスリア、さっきちらっと言ったけどアンスリア、まあ、防御上がるアオイドスとか採用してるしちゃる方もいらっしゃったのかな、うん、話を聞くととかね、まあ、面白い、キャラクターたちが、多数使われてたので、今回の古戦場は意外と彩りがあったんじゃないかなと個人的には思っております。はい、皆さんは何使いましたか？よければ下のコメント欄に書いてみてください。まあ、俺がね活躍したキャラクターはそんな感じでしたっていう動画でございました。参考になれば幸いでございます。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。